すごい作りですよね。このコンバーチブルですか。いやー、本当にいつ見ても感動しますよね。はい。これサリーですね。ほんまかいなのサリー。ユニバーサルだろうっていうふうに、私も思いますけど、一応サリーですよね。これはなんかもう一つ持ってるサリーなんですけど、サリーっていう会社があったんでしょうね。もうここあるんだから。不思議です。はい、サリーですね。で中をちょっと今、やっぱりお見せしたかったんで、これが機械ですね。レクタンゲルの機械入ってます。見えるかな？サリーって入ってまして、まあ、古い時計ですよね。この機械見てもわかりません。で、これがパテントですね。パテント番号入ってるんですよね、本当に。ちょっと読んでみましょう。パテント番号。パテントって。で、これも後から、まあ、そんなことはないでしょうけどね。ナンバー203037。で、どこの国のパテントなんだっていうのもよくわかんないですけど、いや、よくできてます。ケース自体もよくできてるし、その偽物ってことは絶対ないし、ユニバーサルだと思いますけどね。サリーのコンバーチブル時計です。